ハイアイルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。ない。あれはハウンか。ファンもあれだね、いろいろいるね。色の違いがちょっとあったりするわ。ね、黒いやつとか、今みたいな、普通にシカちゃんの人間版みたいな。茶色いタイプ。ね、これ黒いやつでしょ、うん。クエストないね、ここも。なんだなんだ。あんたに勝ち目はないよ。よし。まあ、あらかたやれてんのかな。やれてる感じはするね。ここ行ってないよね。ちょっと行こうか。あれじゃないの？あそこ確か歩いたよね。あのカップルカップルじゃないのかな。あ、なんかでもクエスト受けれるんだ。あれ、ちょっと待って、いるもういるな。スティボンズってことだ。お嬢様が大変なことになってしまった。どうしたんだ、スティボンズ。話を聞こう。ああ、なんという行幸。またしてもレディ・ローレントが必要とするときに現れてくれましたね。いつもいるんだ、お前たちが。実は困ったことになっておりまして。なんだ。助けが必要なのです。申し訳ありませんが、古代の呪いの解き方をご存知ではないですか。古代の呪い、説明してもらおう。もちろんです。いつもお嬢様から頭をどこかに置き忘れているんじゃないかなどと言われておりまして。はて、何の話でしたっけああ、呪いですね、うん、私がお仕えするレディ・ローレントは重要な会合のためにここを準備するよう雇われたんですが、なるほど、災難が起きまして。どんな災難だ。普段なら問題を起こすのは私なのですが、今回はご主人様が古い箱を見つけ珍しく自分でお分けになり、呪いにかかってしまったのです。だいたいスティモズに開けさせるからね。レディ・ローレントを助けてくれたら私の年俸をそっくり差し上げます。そんなに、うん、レディ・ローレントを助けようじゃ。おお、ありがとうございます。肩の荷が軽くなりました。来てください。レディ・ローレントは南岸にいます。覚悟はしておいてくださいね。呪いのせいでお嬢様は別人になってしまっています。文字通りの意味でね。文字通りの意味で古代の船長に憑依されているのです。呪いについてもっと教えてくれ、スティボンズ。私は門外漢ですが、呪いはレディ・ローレントが古い箱を開けた途端に始まりました。お嬢様は表現し、古代の船長のように振る舞い始めたのです。なるほどね。明らかにいつもの口うるさい彼女ではなかった。おー、また会えて嬉しいよ、スティボンズ。私もです。ただ、あなたに会うたび、私や私の素晴らしき雇い主が死ぬような目に巻き込まれている気が。レディ・ローレントも喜んでお会いするでしょう。ああ、こっちもセルだから。船長の魂を彼女の肉体から追い出せたらの話ですが。お前らに会うたびに厄介ごとに巻き込まれてると思ってるけどな、こっちもな。じゃあその船長について教えてくれないか。残念ながら大してわかりません。精力的で自信にあふれ、率直に言うと下品で嫌なやつです。へえ。そして我が女主人にそのような下品なものが住み着いているのを見過ごすわけにはいかない。実に不作法なことです。一緒に来て自分の目で見てください。いつも以上に今日は暑いな、スティボンズ。なぜレディ・ローレントは古代の船長に取りつかれていると思うんだ、お前は。古い海の箱を開けた途端に姿勢が変わって、船乗りみたいな喋りになったからですよ。自分が偉大な帆船の船長だと名乗り、私のことを甲板員のようにこき使い始めたのです。いつもよりひどい扱いですよ。いつもひどい扱いだと思ってんだな。それでどうしてこれが呪いに関連していると思う？船長というかお嬢様が島の呪いだとかもう船長って言い始めちゃってる。彼の魂を縛る呪いだとか口走っているからです、寒気がしましたよ。誰かがお嬢様の体にいるだなんて、なんと厄介な。で、この島についてもっと教えてくれないか。厳密には小島です、より正確には前期の小島と言います。前期の小島。歴史的な重要性がある場所なのですが、それはお嬢様の専門分野ですね、おそらく以前は記念碑か博物館だったと思われます。記念碑か博物館とどういう意味だ？その通りの意味ですよ。歴史について書かれた多くのプレートが散らばっているのを見ました。前期艦隊についての話で、当時は有名だったと思われます。お嬢様は揺るぎなき者の会に雇われ、大きな会議を準備してこの場所を保全させようとしていたのです。大きな会合？間もなく開かれる和平交渉のことか。ああ、私はただのしがないこき使われるばかりの召使いです。歴史的イベントのことなんて何一つ知りません。そうな、まあ多少は小耳に挟んだかもしれませんがね。三期戦役に終止符を打つのがその大きな会合の目的だなんて知りません。知りませんと。お前は口が軽いな。ここだけの話ですよ、でレディ・ローレントとここで何をしてるんだ？レディ・ローレントは島にある歴史的価値のある品や建物を保全し、予定された会合に備え小島の安全を確保するために雇われました。なるほどね。アンデッドの問題があることは彼らも承知していましたが、古代の呪いのことなんて聞いていません、とりあえずじゃあ行くか。この船であの島だね、前期のことを得なくね。どうなるんだか。レディ・クラリス・ローレントを探す。まずは旅の祠。あ、ちょっと待って、重い袋あるぞここに。よし、なんかここじゃないか。なんか船が行き来してるような場所だったのは別の島か。これはあれだな、ちょっと散策できそうな広さだな。あれだね、船長。私の宝箱を開けたの？ああ、それは良くない。レディ・クラリス・ローレント。私はレディー…いや、私はレディーではない。船長？あなたそこにいるの？ああ、最初は呪いで、次は亡霊。レディ・ローレントとお話しください。私は落ち着いて話せません。そうか、分かった。ジャンヌ・エマリーさんは？なんて残酷な運命なの。記念碑の小島の呪いがまた哀れな魂を奪ったわ。呪いについて知ってることは？大して教えられない。物事を忘れさせ、記憶をめちゃくちゃにするの。私も呪いにかかったわ。自分が何者かわからないのか？少しは覚えてる。名前はジャンヌ・エマリー。愛する人の戻りをずっと待ってる。貴族の女性の中にいるその人、彼みたいね。愛する人は船長だったのか？多分。なぜ思い出せないの？この呪いさえなければ。本当に腹が立つわ。お願い、嫌な気分になるからもうこの話はやめて。うん、わかった。愛しのジャンヌ、お前を見ると私の胸は燃え上がり、そしてどうしたレディ・ローレント、大丈夫か？ああ、出て行きなさい、私の頭から。あ、でも一応自我が保たれてはいるな。レディ・ローレントなのか。ちょっと、なんて馬鹿げた質問なの。待って、あなたなのね。スティボンズが見つけたの？ああ、たまにはあいつもまともなことをするのね。よかった、呪いを解くのを手伝って。この箱を開いた時解放してしまったみたい。なぜ妙なことを口走っていた？あれは船長よ。スティボンズと私は探検しているうちに砂に埋まった宝箱を見つけた、うん、いつもならそういうことは召使いにやらせるけど、どういうわけかどうしても開けたくなって、その時に我が船のことを思い出したのだ。誇り高き船を、そして勇敢なる我が船員。嵐があったはずだ。だが自分の名を思い出せない。うん、面白いな。以前は私の体にこのように魅力的な曲線はなかったはずだ。男性の船長だったんだね。誰と話していたんだ？なんだ、私は船長のキナレスの尻にかけて喉まで出かかっているんだが、まあ置いておこう。さあジャンヌ、大きな木へ急ごう。あそこでお前と会う約束をした。肉体も手に入ったし、誰にも邪魔はさせん。大きな木、大変です。あとを追ってください。一人で出歩かせては危険です。なるほど。あの人は大きな木の下で会おうと言ってたかしら。言ってたね。覚えてるわ、少しだけ。でも何もかもぼやけてるのだそうだけど。ステゴンズ、急いで彼女を追ってください。レディ・ローレントを放っておけません。あの侵入者が中に入ったままなのに。分かったよ。お願い、待って。どうした来たわよ。え、何が来た？レディ・ローレントの後をね、はい。弟よ、消えろ。私は愛しい人と停泊するのだ。船にこれ以上こぎ手はいらん。弟、こぎ手？混乱しているのですね。ああ、我がキジバト。さあ来てくれ。寂しかったぞ。亡霊の女性があなたの中に入りました。船長はあなたを彼女だと思っています。話を合わせれば何かわかるかも。どこが彼女なんだろう。まあいいか。ちょっと待って。この多分頭がふわふわしてる時が船長状態の時だね。うん、おう、麗しのジャンヌよ。またお前を抱きしめられる時を待ち焦がれていた。嵐の海を航海する間もお前のことが心を離れたことはなかった。そして今、私は約束を守った。思い出の木の下で甘やかに過ごすため戦争から戻ってきたのだ。戦争で戦ったのか。からかうな、かわいいやつめ。私が偉大なる前期海軍の船長だと知っているだろう。前期海軍の船長、全艦隊でも最高の船長だ。だがこれは面白い余興じゃないか。次はどんな思考で楽しむんだ。思考じゃない、思い出そうとしている。長いこと不在にしていたから。ああ、戦争とはそういうものだ。スロードは恐ろしい怪物だった。だが分かってくれ、海に出るのはいつもお前のためだ。愛する者にスラスの怪物の危険が迫っているのに座視しているわけにはいかんからな。で、なんて呼んだらいいのか、ダーリン。やはりからかっていたのだな。何、船員は私を船長と呼ぶがお前は痛い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 。レディ・ロレット、どうした？ああ、出て行きなさい。そう、私よ。少なくとも今はね、うちの無能な召使いを連れて灯台に行って、そこの碑文に前期海軍の物語が書かれている。なるほど。ひょっとしたらそこにこの忌々しい呪いを解く鍵があるかもしれない。分かった、手がかりを探しに灯台に行こう。行きなさい。スティボンズを連れて灯台を調べて。私もすぐに行くわ。少し落ち着いてからね。あの女好きの船長はあなたの中にいる幽霊を愛している。それを利用できるかもしれないわ。私の中にいるの、ちょっと考えさせて。なるほど。船長と同じようにジャンヌの幽霊が支配しようとしてくる理由は、さあね。でも船長が制御していた時、あなたの中に彼女が見えた。私に、船長に甘えるような目をしていたのよ。びっくりしたわ。とにかく東大へ行って、前期海軍と何らかの関係があるのは確かよ。前期海軍について教えてくれないか。ああ、私はあの口汚くていやらしい船長を食い止めるのに必死なの。わからない？わかってるんだけど。プレートに何と書かれているか調べて、それで歴史を勉強しなさい。中にいる幽霊に手伝ってもらってもいい。私は後から行くわ。わかった。あ、お嬢様はやはりここにいて命令しようと待ち構えていたんですね。灯台は小島の東岸にあります。古代の博物館の一部です。なるほど。彼女が言っていた歴史的プレートを磨いたことをはっきり覚えていますよ。何があるか確かめに行きましょう。分かった。で、一応戦おうとするんだね、スティボンでね。素手であれだな。これは海の石。伝説によればこの古代の船はスロンロアサークルのドロイドが整備して乗り込み、前期海軍がスラスを襲撃した時戦いに向かった。ハイアイルに帰還した後、ワークドロイドオルリナンはこれを記念碑の一部として展示するために寄贈した。なるほど。この船か。まあ、行こう。ここだ。他にもある。記念碑の灯台。この灯台はスラスの襲撃に先立つ、艦隊建造の時期に、船舶を前期の小島に導いた。その後、灯台は修復され、前期海軍の思い出に捧げる記念碑の一部として博物館に変えられた。なるほど。これはその灯台。記念碑の灯台。何が書かれているのか調べてください。わかった。ああ、古い灯台ね。よく覚えてるわ。船長出てくるぞ、あれ。あの感じ。1スラシアの疫病。第紀2200年を皮切りに恐るべき病がタムリエルを襲った。スラシアの疫病と呼ばれるようになるこの死の病は、その勢いを失うまでに、人口の半数以上を奪い去った。この世紀初期のかなりの間、疫病の起源は謎にとどまっていたため、様々な憶測がなされた。最初は、大陸南西の、海辺沿いに現れ、ダガフォールやヘガテ、アンビル、ファリネスティなどから広がっていった。ハイエルフの島々でさえ安全ではなく、サマセットの町、コルグランドはこの病によって壊滅的な被害を負った。疫病がもたらした被害は、失われた人命の数だけでは、計測できなかった。政治的な余波は、タムリエルの進む道を変えてしまった。バレンウトは弱体化し、イリアック湾の人口は劇的に減少し、エルスウェアの、諸部族の数は16からたったの2へと減った。まあ、アネクイだとペレタインの2部族になっちゃったってことだね。この予期せぬ攻撃がスロードによるものだったことが明らかになると、この脅威に終止を打つための行動が取られた。なるほど。スラシアの疫病、とにかくひどい病気だった。私は運が良かったが、他のものはそうはいかなかった。なるほど。2、ベンドゥオロ男爵提督。アンビルの転び屋をベンドゥオロは、スラスのスロードによる脅威に終止を打つための、大胆な計画を考案した。彼はすべての民族の船からなる、大規模、艦隊の結成を提案したのである。さらにベンドゥオロは王族を務めながら、退き、王族の務めから退き、この艦隊の招集と指揮を自ら行うことを申し出た。彼は艦隊をスロードの、直接対決のために使うことを計画したのである。ベンドゥオールや他の指導者たちにスロードが疫病の原因だと確信させた証拠が何だったのかは公にされることはなかった。しかし、2230年頃には大陸の人々の大半がスロードに罪があることを信じており、病気はスラッシアの疫病と呼ばれるようになっていった。2241年、アレッシア皇帝、名前は削り取られている、はいつついに、戦争への予算に同意し、ベンドゥオロに、計画の指導を命じた。オロはまず自らに、男爵提督の地位を与え、作戦や、戦略を練るための補佐をする船長や、彼の構想した、大艦隊を建設するために必要な船大工を集め始めた。オロが前期海軍と呼ぶようになった艦隊のための拠点として、シストレス諸島にある島が選ばれるまで長くはかからなかった。2243年、オロとその配下たちはハイアイル島に上陸し、艦船の建造や欠航の日に艦隊を出撃させるために必要なる、艦ドックや、設備の、建設を開始した。男爵提督にはいい思い出がある。素晴らしい指導者で、どこまでもついていくつもりだった。そしてついていった。つまり男爵提督ではないところだね。前期海軍。ハイアイルで開始された作業は可能な限り秘密裏に行われた。ベンドゥオール男爵提督がスロードの手の内に明かすことを望むはずもなかった。艦隊に任命された最初の艦船は、ハイアイル周辺ですでに存在していた海軍や巡回船団であり、それらが島を警備するために配備された。当初、スロードはハイアイル周辺の活動を無視していたが、造船所が完成に近づくと、スラスとシストレスの間の海域で小競り合いが起こり始めた。スロードは島に対して大規模な先制攻撃を仕掛けることなく、彼らが脅威を認識していなかったのか、それとも島を襲撃するのに十分な戦力がなかったのかは、未だに不明である。造船所と港は第1期2249年に完成した。タムリエルのあらゆる国で構成された大艦隊は、すでに島を防衛するために配備されていた。これらの船が新しくオロに与えられた電気海軍の基礎となった。島での設備やインフラの建設が完了すると、労働者たちはすぐに艦隊へ加えるための戦艦の建造に力を注いだ。広く布告が出され、船乗りや、海軍兵士、船長として新造船に乗り込む志願者が求められた。強大な統一艦隊を結成してスロードを粉砕するというベンドゥオールの夢は、実現に近づきつつあった。見事な景色だったよ。回収された港へ前期海軍の船が入港した時、私はその中の船に乗っていたんだ。そしてそこで愛しい人と出会った。復讐の道具。あ、なるほどね。スロードを打ち破ったっていう像だね。石像。復讐の道具。第1期2249年から第1期2259年の間、10年間だね。造船所は昼夜を問わず働き、前期海軍を強化するために凄まじい数の艦隊を、艦船を建造した。2260年に艦隊はさまざまな規模の船を130隻も、擁していた。アルゴニアンやブレトン、コロビアやエルフ、カジート、レッドガードの旗を掲げ、また海賊や衛兵も含まれていた。これらの国家はまた数千人もの船乗りや海軍兵士、冒険者、補佐の人員をタムリエル上、おそらく最大のこの同盟作戦に投入した。艦隊の準備は整った。タムリエルの復讐の道具をスロードに向けて解き放つ時が来たのである。強大なエルフの魔術師シラベインを脇に、従え。あ、シラベインって魔術師の名前だったんだね。ベンドゥオール男爵提督が命令を発すると、同盟艦隊はハイアイルの港からスラスの、コーラル王国に向かって出港した。艦隊はアビンシアン海から真珠海へ付従をした自鉄鋼を用いて方角を定めつつ、大船団の陣形を崩さぬようまた航路を外れぬように航海した。激しい嵐を通り抜けスラシア諸島に到着すると、艦隊は島々が濃い霧に包まれていることを発見した。ベンドゥは魔法の幻影を使ってそれぞれの船に現れ、艦隊に一番大きな塔を攻め、そのサンゴの塔を打ち崩せと命じた。なるほどね。多くの船が失われたが、スロードは卑劣な疫病をタムリエルに放った代償を支払った。男爵提督ベンドゥオールは勝利し、生き残った艦隊をハイエルに連れ帰ったのである。数多くの友が命を落としたよ。しかし、船が沈む中でも私は勝利をつかんだと確信していた。なるほど。ここは前期の小島と呼ばれていますが、もともとは記念碑の小島と呼ばれていました。うん、ここは記念碑になる予定だったのですが、アンデッドが占領した時に放棄されたのです。なるほどね。この灯台のプレートにその話が書いてあります。アンデッドが支配する物語まで書かれてるのか。ああ、麗しのジャンヌよ、お前はいつも私を故郷へ導く光だった。かつてのこの灯台のように。これか、記念塔の建設。前期海軍はハイエールに帰還し英雄として迎えられたが、勝利の喜びは航海によって弱められた。艦隊の派遣部隊のほぼ半数がスロードに復讐を果たすための戦いで失われたのである。スラスに対する全面戦争の後、ベンドゥオール男爵提督とタムリエル史上最大の同盟海軍は結成するために集まったさまざまなグループの指導者たちは、スラシアの脅威を打ち倒すために戦って死んだ者たちをたたえ、記憶するために記念碑を作ることを決定した。建築監督トビン・ムーアクロフトの監督のもと、ハイアイルのちょうど真ん中にあるとても小さな記念碑の、小島が、追悼の地に選ばれた。前期海軍をたたえる重要な記念建造物の、建設はほとんどの間を置かずに始まった。その中には以下のものが含まれる。前期の城、記念碑の灯台、記念庭園、記念碑の宿屋である。記念碑の建築物群は第1期2271年に完成した。オロ男爵提督や同盟の指導者たち、そして生き延びた船長たちの多くは、記念碑が失われた船やその乗組員たちとスロードに対する勝利を捧げられたとき、その場に立ち会った。トビン・ムーアクロフト、聞き覚えが。そうだ、私の弟、その建築監督は弟だったんだ。トビン・ムーアクロフト、ああ、これは全てあの悪党のせいなのよ。ああ、亡霊の女性、あなたの中からは出たようですね。うん、要件を聞いてください。私は亡霊が怖くて話しかけられません。だから背を向けているのか。お嬢様はいつも歴史。お嬢様はいつも歴史に魅力を感じていました。あの忘れっぽい船長も記念碑建築監督のトビン・ムーア・クロフトが自分の弟だと覚えていました。あの亡霊の女性と話してください。何か知っているようです。このさ、エルダースクロールズのすごいとこってさ、ちょっとストーリーが進んでいくと話変わってくんだよね。従者だったりが。ああ、私が何とか自我を保てているうちに急いで、私が船長の欲望に屈してあの亡霊の女を脱がし始める前に話すのよ。ああ、もうこの感覚おかしくなりそう。そのプレートはいつも読み続けてきたのに一言も思い出せない。歴史は私の愛する人を忘れ去ってしまったわ。私も断片的にしか覚えてない。でもそれも今日まで。トビン・ムーア・クロフトは覚えてる。唾を吐きかけてやりたいわ。トビン・ムーア・クロフトについて教えてついて覚えていることあるか。言い訳ばかりの下劣な卑怯者だったわ。奴は私の愛しい人の弟で、前期の記念碑の建築監督だった。庭園の碑文は彼が刻んだものよ。でも私の船長の名は刻まなかったの。愛しい人の名を。愛しい人のことを思い出したか。断片的には。あの人は背が高く精悍で誇り高い船長だった。私を小さなキジバトと呼んでくれたわ。嵐の時の避難場所だって。ああ、あの人の名前を、手の感触と顔を思い出したい。恋人は前期海軍で航海する船長だったのか。前期？ええ、そのはずよ。あの古い碑文にそう書かれてる。ああ、呪いのせいで思い出せない。私の中に入り込んで記憶を濁らせてしまう。あれ以来ずっとそう。あれ以来。ああ。トビン・ムーア・クロフトに会ってからか。トビン？ええ、言い寄られたけど突き放したの。悲嘆に暮れ苦しむ私に愛する人を裏切って自分になびけと迫った。よくもあんな勝手なことを。助けて。多分宿屋で始まったと思う。この呪いを解いて思い出せるようにして。分かった。宿屋だな。宿屋、うん、小島の中央にある建物ですか。なるほど。見に行ってもいいですが。見に行ってもいいですがなんだ。ああ、どぎつい恋愛小説の冒頭みたいになってきましたああ、詳しくはありませんよ。レディ・ローレントも知らないでしょう、うんうんうん、記念碑の宿屋を調べて情報を探した方がいいかもしれません。なるほどな。探そう。どうやらこの高職な霊魂から逃れる唯一の方法は、ジャーヌの幽霊に何が起きたのか思い出させることみたいね。スティボンズを連れて行って宿屋で調べてみて。私はこの船長をできるだけ長く引き止めておくから。分かった。これ上には行けないだね、うん、中央の宿屋。あ、なんかモノリスみたいに立ってるね、あそこにね。あ、これでも見たね、これね。あれだ、観光でここに来た時に見たわ。カジトだなこれね。前期の宿。じゃあ記念碑の宿。ああ、覚えているぞ。海に出る前、この屋根の下でジャンヌと一緒に楽しく甘いひとときを過ごしたのだ。ああ、ダメよ、絶対にダメ。どうした？はあ、レディ・ジャンヌは私たちのどちらかに戸惑っているようです。話してください。うん。ちょっと待って、その前にちょっと物色させてくれ。あそこに見えるのは我が小さなキジバトか。ああ。レディ・ローレント、本物か。ええ、レディ・ローレントよ。もういい加減にして。ジャンヌと話して、この呪いがどうやって始まったのか調べて。そうしたら終わらせる方法がわかるかもしれない。見ての通り、もう地獄なのたまにはいいんじゃないの、そういうそういう悪魔ありも。ジャンヌの亡霊の口ぶりでは、私たちの誰かが過ちを犯したようです、うん、これも過去の出来事の再現かもしれませんね。彼女の話を聞いてください。何か新しいことがわかるかもしれません。幻想を壊さないためにも話を合わせることはお忘れなく。分かった。いいえ、トビン、あなたの世話にはならない。それにダンスをする気も全くないわ。私がトビンだと思ってるのが分かった。私は船長と一緒になれたわ。彼の愚かな弟に言い寄られるなんてごめんよ。あっちに行って。分かった。弟め、ジャンヌは渡さんぞ。お前は父とのみで遊んでいろ。猿五湖を出る前に大切な女は忘れられない夜を過ごすべきなのだ。忘れられない夜？しかし、とにかく猿五湖とはこの小島の東岸にある古い港です。なるほど。そこに行った方がいいのかな。猿五湖に。いいえと言ったでしょ、トビン。本気よ。私はあなたの兄の船長が好きなの。わかる？猿五湖は前期の小島の東岸にあります。何かが見つかるかもしれません。失礼。私は出航する直前まで愛しのジャンヌと過ごしたいのだ。別の話し相手を探してくれ。甘いひとときを邪魔しないでもらおう。面白いなあ、やっぱりこのクエストは。東ね。なってきたと思う。でも鼻にかけたらダメだよね。え、これ何？モーターボート的なやつなの？違う、ただのあれか、火事か。サルゴ港の遺跡です。やはり少々不気味ですね。でも何か書いてありますね。なんか書いてある。調べましょう。前期海軍ここに始まる。最初の船団が島で建設中の設備を守るために到着したとき、前期海軍は始まった。造船所が新たな艦船を生み出せるようになる以前、タムリエルの諸民族は彼らの最良の船を派遣し、ハイアイル周辺の海域を巡回警備した。それらはすでに確立された海軍や商船、海賊や衛兵から集められた船であり、全員が作業を守り、後にはスロドに対する戦争に直接加わったのである。以下に記すのは前期艦隊の基礎を作るために到着した最初の14隻の船である。忘れることながら、あ、この中にあるってことかもしれないね。リレントレス・コロビア、ベンドゥ・オロー男爵提督。これはあれかな、船の名前と、どこから来たのか、それと船長の名前みたいなことかな。アンビルズ・ソング、コロビア、ノルス・ファルビウス男爵船長、ルビー・トライデント、コロビア、ハデルス・ビリア船長、キングズ・ジェスト、ブレトン、あれか、人種か、リソルダ・ダボー、どこで聞いたことあるな。リソルじゃない、ダボーを聞いたことあるな。まあいいか。プリンスティンハルバード、ブレトン。削り取られている船長。これだな。プリンスティンハルバードね。名前覚えておこう。オンシズオース、レッドガード。アフサラー船長。カホサダ、エルフ。チム・ボーン船長、オイヤーダエン、エルフ、リニウェン船長、怒りの風、アルゴニアン、フニリーン船長、ムーンチェイサー、カジート、カルグナル船長、ワンダリング・アルバトロス、騎士団、ネパスラン船長卿、シルバーランターン、あれどっかで聞いたことある名前だな、これも、商船、ネミク・サンテール・金貨男爵、ブラック・ガル、海賊船、ショシャラ船長、読みづれ、ショシャラ船長ね、ジョリー・ゴブリンか、うん、海賊船、コルグザル船長、なるほどね。うん、プリスティン・ハルバード、船長の名前が消されていますね。うん、台座と壁のプレートからも。弟よ、見送りに来たのか。嬉しいな。ベンドゥ男爵提督、準備が整いました。いつでも出航できます。あれ、私ベンドゥ男爵提督は前期海軍の指揮官です。提督のふりをすれば船長は名前を明かすかもしれません。なるほどな。5代の船長はあなたが男爵提督ベンドゥオロだと思っている。彼、いや彼女と話してください。どちらか分かりませんがね、名前を明かすかもしれませんし、プリスティン・ハルバードの船長だったと分かるかもしれません。なるほど。光栄です、男爵提督。ですが話は船長に聞いてください。うん、男爵提督、長年の準備を経てついにナメクジどもに目にもの見せる用意が整いました。そうだな。私の船は最初にこの艦隊へ加わりました。準備は万端です。ご命令をいただければ次の波で出航します。思い出させてほしい。船長、どの船に乗っていたんだ。おい、ハイロックから出航した海軍の中で最高の戦艦に決まってるじゃないか。覚えてるよな。その名もひょっとしてプリスティンハルバードか。ああ、そうだそうだった。プリスティンハルバードだ。ブレトン艦隊の誇りだ。この島の長い草創期、防衛に手を貸したのだ。さあ、復讐の狂気となる準備はできたぞ。願った通りにな。ああ、確かに素晴らしい船だ。思い出させてくれ。プリスティン・ハルバードの船長は誰だ。船長は私だ。私が船長だ。そうそう、だが名前を教えてくれ。船長、私の名前だと。そう、私は船長、どうした。レンウィック・ムーア・クロフトだ。ああ、思い出した。プリスティン・ハルバードの船長にして前期海軍の誇り高き一員だ。レンウィック・ムーア・クロフトではレンウィック・ムーア・クロフト船長なのか。あ、やめろ。私はレディ・ローレント。レンウィック船長はあの人。どうしてまだ呪いを解いてないの。あとどれだけ船長を寄せつけないでいられるかわからない。スティボンズと相談してさっさと終わらせて。レンウィック・ムーア・クロフト船長、それが愛しい人の名前よ。再び忘れてしまう前にその名を記念碑に加えて。そうはさせるか。この私、トビン・ムーア・クロフトの土とのみでしか刻み込むことはできない。奴らに見つからないよう隠してあるのだ。なんだこの茶番劇は。トビンになったぞ、ステファンズが。あのムカつく弟が私の召使いの中にいるですって。そのようだね。許せないわ。彼と話してこの呪いを終わりにできる道具の場所を突き止めて。急いで。レミック船長の意志はまだ強い。また出てきそうな感じがするのよ。なるほど。やはりこの呪いはトビンのせいだったのよ。彼はいつも船長と私の愛を妬んでいた。なるほどな。あの向かっ我が兄よ、名を挙げて誇らしげにしているな。だがそれもこれまでだ。私は奴が人々の記憶から消えるよう取り計らったのだ。スティボンズ、誰かが入っているのか。スティボンズだと。実に間抜けな名前だ。私はトビン・ムーア・クロフト、前期海軍の記念碑建築監督だ。私の仕事は兄の仕事とは違い、永久に忘れられることはないだろう。なるほど。ではこの全てを建築したのか。記念碑の小島全てをだ。まあ助けは借りたさ。弟子、助手、労働者からな。だが設計と細部の仕事は全て私がやった。それはすごい。碑文に名前を土とのみで刻んだのか。世界最高の土とのみでな。少なくない金を投じた魔法の品だ。だがあれの隠し場所は決して分かりゃ。土とのみをどこに隠した。うせろこのゲスめ。ご心配なく。また正気に戻りました。そのタイミングで戻ってくるか。しかもトビンがどこに道具を隠したか分かりました。あ、分かったのか。頭の中に入った時に見たのです。墓場に行きましょう。墓場にね。なるほど。やるじゃないか、ステファンズ。もう少しで聞き出せそうなところで出てきたのかと思ったわ。またいつものように墓場だな。この上だな。これだ。骸骨いるな。なんだ、続々と出てくる感じ。これそういうわけじゃない。トビンが憑依した時、あの破壊石を見ました。掘ってください。これだ。よせ、私の道具が。他の場所を掘ってくれ。頭の感じは似てるね、トビンとスティボンズ。なんでお前その1位なの？ちょっと待って。これちょっともう、これサムネだな、完全に。この2人の構図。ミディはいいの？ミディは来なくていいの？ちょっと待って、ミディちょっと一回、こっち見るな。こっち見るな、なんだお前ら。本当に。よし、これで。これが今回のサムネでしょ。間違いないわ。トビンと話せる。我が呪われた兄の名を記念碑に加えることは許さん。私は建築監督だ。固く禁止する。道具は持ってる？じゃあ急いでプレートに名前を刻んで。一応ね、彼の名前が記念碑に刻まれたらもう誰も彼を忘れない。なるほど。記念庭園はすぐそこです。呪いが再び力を取り戻し、また何もかも忘れてしまう前に記念碑にレンウィック船長の名前を付け加えましょう。分かった。墓が調べられるのこれ。あ、トビン・ムーア・クロフト、ここに眠る前期の記念碑の建築監督。彼はよく知っていたハンマーとのみの使い方を。これこんな感じで全部見れるんじゃないの？見れないか。見れる墓もあったりしないのか。ダメだ。トビンの墓しか見れない。これを記念碑に。ああ、そっか。このモノリスにってことなのか。これに刻み込むと。除幕式？私のために？それは嬉しいな。プリスティン・ハルバードのレンウィック・ムーア・クロフト船長。その名前を刻むのよ。やってください。私は緊張で手が震えています。ねえ、呪いがぶり返してきているみたいなの。私たちの記憶を盗もうとしているのよ。私の愛する人の名前を記念碑に刻めばきっと呪いは解けるわ。だってないで、このしょうもない船長の名前を記念碑に刻んでそれでこの呪いも終わる。私の頭の中に住むのは私だけで十分よ。技術のない作業員に美しき我が作品を台無しにさせるか。記念碑の建築監督として兄の名を刻むことを厳に禁ずる。ああ、彼の名前を正しく書いてください。 RENWIC です。レンウィックね。あの体泥棒の名前を間違えたら何が起きるか分かりません。これはなんかあるな。ちょっと待って、なんかあるかもしかして、選択肢が。あ、そんなことはない。よくやってくれた我がキジバトよ。記憶をよみがえらせてくれたな。レンウィック出てきた。永遠に一緒になれるよ。みんなが手伝ってくれたのよ、レンウィック。さあ来てちょうだい。話したいことがたくさんあるの。高名な船長の兄がまた勝ったわけか。いつものように。スティボンズ、どうしてあなたのせいだなんて思ったの？まあいいわ。ねえ、話があるの。うまくいきましたか？呪いは解けたのですか？そのようだな。レディ・ローレントは元通りになったようですが、彼女と話してください。お嬢様の完璧なるお口からいまいましい船長の声がまた聞こえてきたら私は耐えられそうにありません。そんな嫌いなの？あー、でも話したかったな、あのメンバーと。今のは本当に起きたこと？古い前期海軍の船長の霊魂が私の頭に宿っていたの？記憶がごちゃごちゃだわ。ああ、だからスティボンズと一緒に呪いを終わらせた。気分はどうだ？気分はどうだって？大きなブーツと男の衝動を抱えた精悍な男に体中をぐちゃぐちゃにされた気分よ。ほんとおかしな感じだった。正直言うとちょっと興奮したわ。興奮？ああ、いいからそれは忘れて。うちの召使いがあなたに話があるって。でも急いで、スティボンズには至急やらせなきゃいけない仕事があるのよ。なるほど。興味あるんだよね、確かにそういうなんかちょっとエロティックなことに。レディー・ローレント。ありがとうございます。あなたの助けがなければ、レディー・ローレントを救えなかったでしょう。呪いは本当に解かれたと思うか？もちろんです。影響はしばらく残るかもしれませんが、山は越えたでしょう。歴史の過ちも正しましたしね。レンウィック・ムーア・クロフト船長は前期海軍での地位を回復できたはずです。でもレディ・ローレントは無事ですか？おそらく頼みたい仕事があると言っていた。急ぎらしい。急ぎの仕事ですって？いつも通りですね。でもそれが私の役目ですから。約束通り私の報給です。レディ・ローレントを救い、呪いを終わらせ、この諸島の歴史の一部を回復してくれてありがとうございます。では私はこれにて。古代の繊維の指輪がお前の年俸なの？まあいいか。スティボンズ、こっちへ来て。忘れ去られた愛だかなんだかの名残があるのか、うずうずするのよ。ちょっと体をかきなさい。そんな、私はそうおっしゃるなら。何ちょっとやめて。表でやらないで、体をかくやつは。2人でこっそりやってください、それは。何うずうずしちゃって。